はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。注目材料3分で解説します。7月28日21時30分、アメリカで4、6月期雇用コスト指数 ECI と6月個人消費指数 PC コアデフレーターが発表されます。雇用コスト指数は、福利厚生費など、賃金以外の費用も含めた人件費の動向を表す指数で、 企業コストを考える上で重要な指標です。また、個人消費支出、PC デフレーターは、消費段階での物価動向を示す指数で、どちらもインフレ動向を見る上で重視されております。また、FRB は PC コアデフレーターの前年比を2%に近づけることを目標に、金融政策を調整しております。では早速見ていきましょう。 はい、ECI と PCE コアデフレーターを見る上でのポイントは3つですまずは1つ目はい、13月期の ECI は前期比で1.2%と昨年10月12月期から小幅に上昇しました労働力不足に直面しているヘルスケアなどの賃金上昇がヘッドラインを押し上げる格好になりましたが 全体的には右肩下がりに推移しており、労働市場の過熱感は収まりつつあるようです。二つ目です。5月の PC コアデフレーターは前月比で0.3%、前年比で4.6%と、共に4月からインフレ鈍化が確認されました。 ただ FRB が着目する住居費を除くコア PC デフレーターは高止まりといった具合でインフレが完全に沈静化した状況とは言えません。三つ目です。しかしこれまでの利上げの影響で卸売物価指数 PPI や CPI も鈍化傾向を示しておりますので物価上昇圧力が幅広く低下しつつある様子がうかがえます。クリーブランド連銀ンンが試算する コア PC デフレーターも前年比も伸びが鈍化しております。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨1 6ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、市場予想です。 へへ低低下下がが見見込込まままれれてているほか PC コアデフレータータは前年比でへ低下が見込まれておりますチームハロンズとしましては一部で労働力不足が懸念されている状況はあるものの引き締めによる需要鈍化サプライチェーンの改善でインフレ後退が緩やかなペースで進行していると考えておりますので指標発表直後ドル円は下向きに反応すると考えております。 はい、こちら直近10回分の早分かりの結果です。ご参照ください。はい、ご案内しました通り、28日21時30分、4、6月期雇用コスト指数 ECI と6月個人消費指数 PC コアデフレーターが発表されます。21時開始のライブ配信番組内で ECI、あとは PC コアデフレーターの結果と市場の反応をリアルタイムでご紹介させていただきます。また、リアル講座で結果を受けた短期売買も行う予定となっております。開催 URL は番組最後に貼り付けてあります。お時間がありましたらご視聴の方よろしくお願いいたします。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。